セトメライフルは、スペインの特殊素材技術研究センターが1949年に開発した自動小銃あるいはアサルトライフルである。グアルディアシビルやスペイン全軍で1956年から1999年まで採用されていた。標準モデルである A 型のほか、大きく分けて7種の派生型がある。また、ドイツヘッケラーコッホ社が製造している。 G3 突撃銃の直接の原型としても知られる。1949年、スペイン政府当局の要請により、マドリードの瀬戸目にて、新型突撃銃の設計が開始された。この際に設計グループの中心人物となったのが、第二次世界大戦中に、ドイツ・オーベルンドルフのモーゼル社系柿設計班に勤務し、STG45 の設計に携わっていたルートビヒ。 ホルグリムラー博士である。最初に7 9 2 x 3 3トル弾を使用する2種類の試作品、すなわち1型と2型が設計された。その後、改めて使用弾の選定が行われ、7.62X51mm 納刀弾を使用する試作品が設計され、 これに続き 7.62EX51mm ルナ t o 弾を原型とした独自の弱装弾も設計されている。1956年、標準モデルであるセトメ型の製造がサンタバーバラ国営企業にて始まった。1958年より製造が始まった B 型または58型と呼ばれるモデルは、小銃的弾発射機の取り付けなど、 細部の改良を施したものであった。その後まもなくオランダのカルトホルン武器弾薬製造者がライセンスを取得して生産を開始するが最終的に H&K 社により買収され、同社では B 型をもとに G3 突撃銃の設計を行った。C 型は NATO 標準弾を使用できるように再設計するとともに細部を改良したモデルで、 1960年代に生産が始まった。D 型、E 型は共に標準機及び装填口の変更、プラスチック製ハンドガードなどの改良を施したモデルだったが、量産には至らなかった。1981年、スペイン軍では 5.56X45mm、ナトウ弾の採用を決定し、新たな重機の選定を開始した。これを受けて、 セトメでは1985年に L 型を発表し、スペイン全軍における全てのセトメライフルを L 型に更新した。これらは共に C 型に基づいた設計で、開発の背景にはドイツの G41、ベルギーの FNC、アメリカの M16 などの影響があるとされる。反動を効率よく受け止めるために重症の位置はやや高くされ、 弾層装填口は下方に延長されている。その他にもいくつかの外装上の改良が加えられている。他、フルオート射撃の代わりに3点バースト射撃の機能を搭載する輸出型なども設計された。L 型と同時に発表された LC 型は、車両搭乗員や特殊部隊による使用を想定したカービンモデルである。伸縮式重傷を備え、 小銃的弾発射器や着剣装置などが省略されている。弾装は後20、30発着脱式箱型弾装が用意されているほか、スタニッヒマガジンの規格に沿った他社製の弾装も使用できる。L 型に暗視装置を取り付けた LV 型と呼ばれる派生型もある。1999年、スペイン全軍における標準小銃が H&K 社の G36 小銃に更新され、すべての瀬戸目ライフルは現役を退いた。ありがとうございます。